この試合はスーパーファイト61キロ契約ザンド・ザンランド延長1ラウンドにて行われます。さあ100回目の大会を締めくくる大一番が近づいてまいりました。改めてご紹介いたしましょう。向こうから、ゲスト解説は大輝さんです。第4代のバンタム級のチャンピオンでもありました、ここまですごい勢いで大会がいい感じできましたもん ね、 ね、はい、これ締めくくりの大一番期待したいですね。そうですね、もうメインですからね、今日は小宮山さんとお話はしました。はい、しました。もうすごいいつもの感じで、リラックスしてる感じでして、目がキラキラしてね、はい、やってくれそうですよね。足もアップの時見ましたけど、すげえ走ってましたね。ああ、そうですか、はい、ただあの大輝さん、今日のゲオは日本人に負けませんからね。そうですね、ぜひそれを打ち破ってほしいですけどね、小助君にですね、はい、さあ熊谷さん、はい、そのゲオと小宮山選手どんな感じになるような予感がします。そうですね、まずあの一番怖いのはゲオの1ラウンドですね、はいはい、1ラウンドがとにかく一番あのスピード高い力があるので、その1ラウンドまず死ぬことが大事だと思いますね、はい、さあ両選手が今向かい合っています。9年間負けを知りませんゲオフェアテックス、そして対日本人無敗記録も更新中、2005年の7月全日本キックで日本初登場以来、2009年の6月に M ファイトであのタイ人相手に、はい、判定負けを喫してるんですけどね、はい、それが最後の負けだということであります。とにかく日本人に対してはずっと勝ちを続けているこのフェアテックスゲオ、このゲオの今背中を見つめているのが小宮山浩介です。刺すような視線です。この視線と同様、あの前蹴りがゲオの顔面を捉えることができるか。スーパーファイト61キロ以下契約、3分3ラウンド延長は1ラウンドあります。さあ試合開始です。まず蹴りを見舞っていきました。ゲオお返しです。小宮山飛んでみせます。おお、交錯します。結構お互いに速いので、はい、これ本当に、視線を外すことができません。そうですね、スピード自体は小宮山選手も負けないと思うんですよね、はい、ゲオ選手自体も自分はスピードのタイプじゃなくて、そのタイミングであるとか、はい、試合運びとか、そのタイミングの持っていき方なんだと、その辺をなんか指摘されると非常に嬉しいみたいですね、はい、わあ、切れてます。でも切れてます。スピードもあります。一発重いですね。そんな感じですね、はい、もう音が違います。あれ、クリンチに対する警告が小宮山選手に与えられます。ホールディングです、ね、こちらは減点とはなりません、はい、イエローが1枚出ました。またあのゲイをあの、はい、あれですね、アマチュアボクシングでも優勝してるんですよね。皆さんパンチもできるっていうですね、膝を持ってきます。首相撲はちょっと長いか、なんとそのまま振り回します。押し込んでいったのは小宮山の方です。でまたこのゲイの面構えがいいですよね。そうですね、鉄の方これ足足足足足胸元に踊り込んでいきました。ゲイです。コウスケ選手はちょっと顔が赤くなりましたね。そうですね、サラソンのような感じで、赤くなっています。取り掛かっていきました。胸を合わせます。小宮山プッシュをまたちょっと注意を受けているゲオ、はい、引くわ、見事な滑り、そして膝が取りしたか、抱えすぎだ、抱えすぎだな、今のは掴んだのは、あの蹴りを連発してしまいましたね、はい、やっぱり注意を与えられています。しかし小宮山選手のハイキックは見事な滑りでかわしましたね、目がいいですね、はい、先に行きます。小宮山、そしてこの後は空振りだ。サービス胴回し回転切りですね、まあ、体のあるだけの技だと思います。奇襲戦法ですね、あの今倒れたところに攻撃したからですね、倒れた相手の攻撃合わせてレッドになります。攻撃に対しての警告が与えられ2枚目となりますので、レッドが減点1となります。さあこれでどうでしょう、気持ち的してもやあの小宮山選手余裕できますかね。まだまだそこまではいかないですかね、はい、余裕は全くないと思います。そんな感じでしょうね、はい、もう全身狂気ですからね、ゲオ試合中このゲオ相手には余裕という言葉は使わないでしょうね、はい、おそらく思ってもいないでしょう。シャーって引っ掛けるような打ち方、そして来た D1 からどこからでもこの膝が舞い上がってきます。大工さん怖い膝ですね、はい、あれ怖いですね。いつでもどこの足だに、はい、カウンターになりました。そして飛び膝、いや飛び蹴りだったんですね今。そして前蹴り、どうだこれはどうだ、抱えていきます。今切れてましたね、前蹴り、前入りましたけどね、まあ、気にしてないですね。ちょっと、ゲームも一瞬顔つきが変わったんですけれども、また前蹴り入ります。前蹴りが入ります。
り、タイミング読んできましたね、小宮山選手。やっぱ入りますね。入りますね。さすが小宮山の伝家の宝刀。はい、キックアウト、引っ掛けるようなまた打ち方を見せます。サスポー、左ストレート、ゲオ。態度も願います。まさにスーパーファイト。そのラスト10秒。ふさわしい内容になってきました。あと10秒です。ゲオが打ってくるのか、小宮山が先に行くか。ここで第1ラウンド終了。第1ラウンド激しい激しい乗り切ってます。特にこの日本ずっと負けなしで来ています。日本人無敗記録更新中。さあ第2ラウンドスタート。スピン返し、ゲオは詰めてきます。投げヒット。さあゲオは掴みにきます。クワッコさんいいですね、はい、入りますね。またあの天に向かって槍を投げるようなすごい勢いで上がっていく神山選手の絶好調の時の前蹴りです。左へ入りました、入りました、入りました。小宮山がもらってしまいました。打ちに行ったそういうなんか返しですよね。もらってしまいました。小宮山立ち上がりました。大丈夫か。先に向きます。小宮山前蹴りです。大木さん今の、ね、ダウンどう思います。大木さん結構効いてると思いますよ。ここはちょっと間あのインターバル取った方がいいかもしれませんね。そうですね。戦っていいですか、はい、このまま。でもまあなんか先に変わるんじゃないですか。入ります。足が舞い上がります。あまりこうあれさ、ゲーを顔面曲げに回っても気にしないですよね。気にせる前で言いますよね。首がしっかりしてるんですよね。うわー、後ろから来た。今のはいやこのちょっと効いてますね。プレッシャーはやばいですね。すごいですね。右今度は拳を振り回してきます。ボディブロー、膝もきます。拳、膝、それから前蹴りもきます。さすがです。レオフェアテックス小宮山選手もあの接近戦の膝得意なんで、はい、あの膝を蹴り合ってもいいと思うんですけどね。なるほど、なるほど、はい、ミドル、左右のミドル一回話します。ブレイクか。ブレイクです。まあしかしゲオ選手は最近あの2月に石井裕樹選手と戦いまして、はい、そうですね、ものすごい KO が挑戦しましたよ、ね、はい、このところも同じこの場を会場ですね、あの勢いが続いているんですね。そうですね。日本人相手には最近では、昨年の9月に上野選手にも勝ちを収めているこのゲオ、まさに日本人に対しては、日本のトップ総なめですからね。ですよね。無類の強さを発揮するゲオ、はい、左カウンターを登録しましたゲオです。元 WBC ムエタイ世界スーパーフェザー級チャンピオン、元ルピニー認定フェザー級のチャンピオン、まあ、様々なチャンピオン。ラスト30秒、ベルトを持っています。締めてきました。圧力負けしてますね、いかんですね。大輝さんが思わずうわっとうなるぐらい、はい、こんなコースケ君初めて見ましたね。ああ、ホールディング取られますね。あ、レッドカードになりました。一番多いという小宮山選手にイエローカード、ビオ選手に出ましたね。ビオ選手減点1ずつ、お互いに減点1ずつということになりました。さあ試合はなお次にビオ選手が警告を受ける場合には3枚目のレッドとなります。なるほどね。ビオ選手は先ほどからレッドになってましたからね。今ので改めてレッドですから、ゲオ選手の方は減点は、まあ、ちょっと色濃くなってると言っていいでしょう。あっと、セゴンが鳴りました。第2ラウンドの後どっかでクエスチョンマーク浮かんでるかもしれません。熊子さんどうしたらいいでしょう。そうですね、前蹴りか何かに伝えたいですね。前蹴り当てた後にすぐ別の技に伝えたいですね。石山のけぞるんで。なるほど、はい。さあ第3ラウンドです。自分から打っていきます。前蹴りバランスクロス、チャンス、あーっと深野だと今膝あたり当たったかもしれませんが、これはダウンダウン、また来た、ダブル、ダブルで打ち込んでいきます。取れますね、本当ですね、はい、またチャン、膝だったんでしょうか、蹴りだったんでしょうか、抱え込むような感じになりました。さあ富山は何を持ってどう戦うか。おはー、投げるか、アウト一発。またタイミングがいいですよね。そうですね、はい、
やっぱりスピードもそうなんですが、タイミングの良さっていうのがありますね。的確に捉えますからね。簡単になりました。ちょっとつかみがいいにアウトとクレンチしながらのパンチのようにも見えましたが、レフェリーはそのまま続行を目指します。流しています。ゲーをノーガードになってきました。そうですね。これどういうことですか、ナイチさん。効かないよってことじゃないですか、ね。登録してんじゃないですか。そうですか。アピールしながら戦い始めました、ゲーを。蹴りは交錯しました。口が開いてきています、小宮山。ダメージもあるでしょう。スタミナもだんだんと減ってきているかもしれません。カウンター、入れ込んできます。嵐のような攻撃を見せます、ゲオ。あれですよね、ゲオって空振りが全くないですよね。ないですね。全部当ててますよね。もう1回、小宮山空振り。現在日本人相手に8連勝中、8連勝、そのうち7つが KO、 ゲオ、日本人大好きのゲオであります。もう1回、あっと、すねとすねか、これはどうだ。この選手結構あれ狙っているようですね、はい、おそらく相手の膝切りか前切りに合わせての胴回しができるようと思うんですね、はい。時間もどんどん過ぎていきます。50秒切りました。マーゲリー当たったら当たった、当たっても下がらないですからね、はい、逆に向かってきますからね。大地さん今ゲーを顔上げましたよね。上げましたね。なのにもかかわらず前に出てきます。恐るべし勝負です。ラスト30秒、あと30秒、あと30秒です。小宮山追い込まれましたかね。そうですね、ダウン取られてますからね。小宮山残り時間わずかになってきました。小宮山左へパンチ、あーっと崩れ落ちる。膝が折れました。ダウンではなし、ダウンではありません。ラスト10秒、あと10秒です。ローからはいひっくりいきます。まもなくタイムアップ、試合終了です。拳を天に突き上げました。ジャッジ永瀬28歳26、青ゲオ。ジャッジアキラ28歳26、青ゲオ。ゲオ勝ちました。レッドカードの2点だけでした。青ゲオ以上3対0の判定を持ちまして、やはり強いゲオ。